歩いてる。おお。あ、本当だ。どっち？少々お待ちいただいてください。こちらお手を振れるのは禁止です。ああ、そうなんですか。はい。失礼します。荷物ここに置いていただいて、はい。はい。はい。どっか置いといてた。はい。じゃあ、ここの前に足を揃えて立っていただいてよろしいでしょうか。はい。で、まあ、こちらが、よいしょ。ちょっとかがんでいただいてもいいですか。はい。はい。失礼します。はい。あ、メガネが。ああ、大丈夫ですかね。あ、大丈夫でした。大丈夫ですか。はい。でちょっと後ろ閉めていきます。はい、お願いします。はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、それでコードの長さが、ごめんなさい、どうしよう、はい、これちょっと右手で持っていただいて、はいはい、それで大きくこうやって動いちゃうとコードが抜けちゃうので、はい、ただ全体的に360度見てほしいので、はいはい、その場でコード持ちながらこうやって動いたり、まあ、右手左手でこうやりながら動いてもらう分には全然大丈夫ですので、はい、で、はい、X 線の時とかは全体的に透けて見えたり、雨降ってきた時は上下とか見ていただくと雨の時見えたりしますので、はい、上下、はい、じゃあ行きますね。はい、こうか、もうちょっと下の見て、はい、大丈夫ですよ。はい、3分半ですね。はい、はい、行きます。おお、レッドライトは人間ではない生き物の近く世界をプロジェクター映像を通して体験できるシステムです。おお、これからレッドライトを起動します。あなたが見ているところに様々な映像が投影されます。ぜひ周りを見回してみてください。時間の止めることはできないけれども、
に生きています。もし人間がテクノロジーを用いて彼らの知覚能力を持つことができたとしたら、新しい視点で世界を見ることができるのではないでしょうか。ありがとうございました。ヘッドライトを外してスタッフに渡してください。ありがとうございました。こちらで私スタッフまで、はい、すいません、じゃあ失礼します。おありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？いやなんかプロジェクターどこにあるんですか？この上にこっから光が出てるので。ああそうなんですか。そうですよ。あの本当にこうすごくスムーズな、あ、はいはいはい、動きで、はい、ちょっとなんか プロジェクターが感じられないっていうか本当になんか体験してるような感じですよね。うん、そう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 ですよ。いやちょっと感動いや良かったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。足元を気をつけてください。そう雨が降ったから滑るんですよね。そうそう、はい、